こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、スイカ D ですよね。で、なぜそれを感じるのかと言われたら、空手の右側、名詞だけで一旦区切られておりますよね。となってくると選択肢の A。皆さん、otherwise、品種は大丈夫ですか？副詞。で、続いて選択肢の B は、接続詞。ですから、後ろの名詞一つだけをつなげることはできないですよね。で、一方、選択肢の C と D であれば、両方とも前置詞。じゃあ、あとは意味を考えて選ぶのか。まあ、それもいいんですけど、皆さん、どっちかっていうと、この後半ですよね。助動詞の過去プラス、have プラス、過去分詞。ときたら、皆さん、仮定法ですよね。で、皆さんに注目していただきたいのはこちらでございます。仮定法の中で使える前置詞。で、括弧1番、うんたらかんたらがあれば、と言われたら、あの前置詞ですね。with。で、括弧2番、うんたらかんたらがなければ、without。ですから、正解は C。ということで、皆さん、見ないを確認いたしますので、文頭をご覧ください。この薬がなかったら、私は死んでいたかもしれません。で、今回の問題は、前置詞なのか、副詞なのか、接続詞なのか。その点と仮定法を融合した両問でございますので、参考なさっていただけますと幸いです。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。ただ画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸2番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう、活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。